静岡市歴史巡り町話。今日は駿河区池田の日本平動物園を訪ねます。富士山を望む景勝地でありお茶の産地でもある日本平。その日本平のふもとに静岡市立日本平動物園があります。アジアゾウやベンガルトラなど大型の動物から小さな鳥たちまで123種371点の動物たちとともに昭和44年8月1日に開園しました。その後も新しい動物たちを迎え新たな展示施設も作られてきました。昭和55年中国から日中友好の動物大使として日本平動物園にやってきたのがレッサーパンダです。長くてふさふさしたしましまの尻尾を持つレッサーパンダはその愛らしさで動物園の人気者となりました。野生では2500から1万頭しか生息していないと言われ絶滅危惧種に指定されているレッサーパンダ。日本平動物園は国内で飼育されている四川レッサーパンダの繁殖を管理する役割を担っています。飼育員の努力でこれまで数多くの赤ちゃんが誕生し国内初の人工保育にも成功してきました。立つ姿で話題となった千葉市動物公園の風太も日本平動物園生まれ、7年連続で自然繁殖に成功した実績もあります。2023年7月に生まれたエミ、すくすく育って随分大きくなりました。動物園は子どもたちの学びの場や交絡の場となるだけでなく調査研究や種の保存の役割も担っています。現在9頭のレッサーパンダを飼育している日本平動物園、その愛らしい姿を見せてくれるとともにレッサーパンダの種を守り次世代へとつないでいきます。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。飼育員さんによると実はレッサーパンダって立てる子多いらしいよ。